青森朝日放送、青森朝日放送株式会社、青森朝日放送、朝日ブロードキャスチング青森 COLTD は、青森県を放送対象地域とし、テレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は ABA で、コールサインはジョア d t v アン系列フルネットのテレビ放送局である。資本系列では、 朝日新聞社系に属するマスコットキャラクターにドキタンを採用している詳細は当該記事を参照曲のキャッチフレーズは見て見て ABA 地上デジタル放送の試験電波では見て見てごちゃんといキャッチフレーズもあったまた2006年7月から見て朝見て朝という愛称がついた自主制作番組の制作クレジットや 新聞紙上の番線などでわずかに使用される程度であるが環境キャンペーンのスポット CM ではこの見て朝が頻繁に使用されていた2010年5月から開局20周年記念として夢はここから ABA t w e n t e のキャッチコピーが流れているほかローカル番組の制作クレジットでも表示されているなお本社社屋屋上部分にはこの 夢はここから ABA トゥエン t ィー h のステッカーが貼られていた。なお、2012年6月からは、トゥエン t ィー h が取れた、夢はここから ABA が引き続き使用される。2016年からは、開局25周年として、夢はここから ABA25 トン H が流れている。なお、在青テレビ局では唯一、開局以来、略称ロゴを変更していない。また、 在野おテレビ局では、唯一毎日停派を伴う放送休止が行われる、年末年始など特別編成時を除く。当局の社名ロゴは、上に表示しているロゴだが、放送開始前のカラーバーに表示される社名ロゴと、報道、情報番組での発局表示及び、旅サラダなどでの制作協力クレジットでは、正式の社名ロゴは使用しない。なお、正式のものは、 既存のの。書体である、石中部とゴシック、打ち試験を用いたもの元来、青森県のアンテレビ朝日系列は1969年、昭和44年開局の青森テレビ ATV であった。当時、朝日新聞社が全国朝日系、テレビネットワークを構築すべく、全国各地に UHF 新局の開局申請を行い、その結果と系列と相乗りになる形で、 朝日系のテレビ局が開局した。青森テレビも毎日新聞や読売新聞などの愛乗りながら、一応は朝日系のテレビ局として案に加盟していた。しかしながら、青森テレビは開局当初からニュース番組を晩飯ネットし報道取材にも協力するなど、TBS 系列に番組編成の主軸を置き、やがてニュースネットも正式な JNN への加盟を希望。 ハイタ協定により JNA の加盟局は、他系列とのクロスネットを結ぶことはできないため、a t テビの案脱退を恐れた日本教育テレビ、ネット、現、テレビ朝日、朝日新聞社との攻防が続いていた。結局ニュースネットのみ JNN に一本化し、一般番組のクロスネットについては継続したい。青森テレビの要望を、ネットテレビ側が拒絶。1975年。 昭和50年にネットテレビは青森放送ラブと新たにネット関係を結ぶこととなり青森テレビは JNN 系列に一本化された。ただ新規にネットを組んだ青森放送はもともと日本テレビ NNNNS とネットワークを組んでおりそこに割り込む形で関係を結んだためどうしても青森放送の番組は日本テレビ系列の番組優先にならざるを得なく なっていた。しかし、ラブがアントのネットを組んだことで、NNS の一部番組が締め出される形となった。クロスネット時代の青森放送は、フジテレビとも結びつきが強く、フジテレビの同時ネットワークや、スポンサードネットワークも多数存在したことから、日本テレビ、テレビ朝日、フジテレビの番組が入り乱れる編成となっていた。1990年代に入って、 平成新曲ラッシュにより、青森県でも第三局開局の機運が高まるが、ATV 開局時に取締役会長として、フジテレビとのクロスネット構想を潰させた、長本人である、地元選出の自民党衆議議員、田沢義郎が政治家人生の最後のご方向とばかりに、再び影響力を発揮した。なおかつ、第三局を、 テレビ朝日ネットワークフルネットとすればラビもクロスネットを解消しにテレ系フルネット移行できると踏んだ。こうして政治まで巻き込んだ。論争の末に朝日新聞社が出資する形で本局の改局にこぎつけた。青森放送が日本テレビ系フルネット局に移行したことでフジテレビ系のスポンサードネットや同時ネットに制限がかけられるようになったため。 青森朝日放送の開局とともに、青森放送では、富士テレビの組枠が激減、その代わり青森テレビでの富士テレビの番組枠が、大幅に増えることになった。二千一年、平成十三年、田沢は八十三歳でこの世を去るが、すでに将来の地上デジタル放送以降を見据えて、新規開局が凍結されており、富士テレビも1997年、平成9年の、 らんぼテレビジョン、高知さんさんテレビを最後に残る、未開局地域での開局を断念した後だった。青森県民放テレビ第4局は事実上幻に、終わり、2016年、平成28年現在も青森県では、富士テレビ系列のフルネット局だが存在しない。市街地からは、車で15分程度離れ、周囲には、田畑も目立つ。空港連絡バスが、 目の前に停車するが、市内方面へは利用できない。企業、団体の名称、個人の肩書きは、当時のもの。出展。リモコンキー ID5 は、デジタル新曲で開局した中継局は、テレビ放送の完全デジタル化後に開局した中継局2011年7月24日、停破時点。HD は、ハイビジョン制作番組。 2010年7月5日以降、アナログ放送では16、9のレターボックス形式にて応援されている。2010年4月5日からは、ニュース番組とテレビ朝日系同時ネット番組を除く、自社喪失のハイビジョン制作番組は、とんどがレターボックス放送となっていた。ABA での朝のローカルニュースは、全日放送、差し替えしないほか、 土日の深夜のアンニューススポーツのローカル枠も差し替えしない。ただし、日曜深夜ニュースでは、青森県内で大型市長選挙や大型議会選挙等があった場合のみ、選挙速報という形で差し替えがある。天気予報のフォーマット4代目は、ウェザーニューズのものを使用している青森放送も同様。また、県内のテレビ局で唯一、 気象台発表の地方別、津軽、下北、38上北の予報は伝えておず、ウェザーニュース発表の都市別、日向和市を除く、全市と深浦町の予報のみ伝えている、青森放送の夕方のニュース番組で伝えている、全市町村の天気と内容は、ほぼ同じ。開局時の初代フォーマットでは、気象台発表の予報を伝えていたが、2代目のフォーマット、 1997年頃から2005年3代目のフォーマット2005年から2012年9月では3時間ごとの天気や気温を主に伝えていた津軽地方の天気は南津軽や西津軽などに細分化されていたなお2014年4月から夕方のスーパー J チャンネル ABA 内の天気予報で県内40市町村の予報が開始されたただし 青森放送のラブニュースレーダーや青森テレビの ATV ニュースワイドはチとは異なり平成の大合併前の旧長村部の予報が放送されない一方38西部の予報で岩手県盛岡市内陸と宮古市沿岸北部の予報が放送される制作局表記のない番組はテレビ朝日制作 ABA 会局以前に 本放送された番組及び主な系列局の遅れネット番組開局時から数年間はテレビ東京系の番組が全く放送されていなかった。なお、クロスネット時代のラブで放送されたテレ朝系の番組も再放送という形で移行した番組がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。